一番大変だったが、4年間で無事卒業できた。俺が大学を卒業した年に母親が再婚。苦労ばかりしていた母の幸せを俺は心から喜んだ。その3年後、俺は一大決心をする。7年間働いた公務員を退職し、清掃会社に転職したのだ。清掃会社では掃除のノウハウを学ぶため、いろいろな部署に配属された。ある日、俺のもとに中学時代の同窓会の案内はがきが届く。当時の担任が定年退職するようだ。俺は迷った末に出席ではがき